おじさんだけど遊んでもいいですか。はい、内藤さん、五反田町の方に来ましたね。今日はね、うん、予約困難店。マジですか。いや、初じゃないですかっていうのに行ってみたいと思うんですけど、行って予約困難で入れないということないですかたまになんか知り合いに連れて行ってもらったとかそういうお店だったっていうのはあるけど、結構もうずっと予約取れないとか1年とかってよく聞くじゃないですか。基本的にもうちょっと諦めてますよ、行きたいけど。じゃあもういつも雑多なところで飯食ってる。そうです、そうです。もうカップラーメンですいや、違う、おじやそ、ぜひおじやそ、番組見た方はいいね、ボタン押してほしいですし、あとコメントもたくさん欲しい。あともちろんチャンネル登録もぜひしてください。コメントいつも読んでますからね。行っていただくお店、うん、トダカ、うん、わかんないです。トダカっていうお店です。わかりました、はい、行ってみましょう。お願いします。はい、川沿いはこっちなんですよ。ここはどっちかスナックでしょ。スナック系、いい匂いすんな。いい匂いしない、うん、何の匂い、カレーの匂い。 あ違う、豊かだ。豊かって書いてある。あるあるある、豊かかと思ったら戸高、食堂戸高。あれじゃないの。そうでしょ。ちょっと行ってみます。行ってみましょうよ。ちょっと、あー、これだ、これだ、ここ。ちょっと行ってみます。こんにちは。こんにちは。こんにちは。どうも。お願いします。すみません。来ました。はい。ええ、はい、嗅覚で着きました。ええ、オール前の嗅覚は全然ないんですけど。いや、むしろそれしかなかったんで。すみません。おじやそ。このお店が、はい、何でもなんかあれなんですけど、ちょっと有名になった。はい。きっかけがある。そうですね、孤独のグルメっていうドラマがテレビ東京で、それにちょっと、はい、出させていただいて、ちょっとそこからブレイクした感じで、はい、一応ですね、はい、次の予約2024年の3月みたいな。ありますか。あ、でも それぐらいすごいですね。そんなところに今日ロケで OK いただいてるんですよ、はい、ちょっとなんで OK していただいたか聞いた方がいいかもしれないですね。実は僕、はい、前園さんの後輩なんですよ。え、どういうことですか。僕鹿児島出身で、はい、果実なんですよ。え、はい、マジですか。マジです、はい。戸高さんおいくつですか。38の時、9になる年なので。あ、じゃあ待って男子校の時。いや、女性もいました。あ、もうそれも果実じゃないですよ。果実じゃない、果実じゃない、もう、え、驚愕で、驚愕で新しい校舎で、はい、もうそれは果実じゃないですあ、違います。もうこれ何だったのかな。僕らの頃は刑務所って言われてたんですけど母校を代表する、まあ、スーパースターだから。そうですね、やっぱ前園さんってやっぱマラドーナ的な鹿児島では存在なので。いやー、ちょっとびっくりしました。前園さんだったらじゃなかったらいけなかったですけど。うわ、はい、すごいわ。よかったですね、果実いっといて。いやー、ありがたいですねということで、はい、こちらの戸高さんでですね、普通にご飯を食べていただいてもまあ面白くないと。普通に食べよう、もうということなので、本当に、はい、ちょっと今回企画用意してます。本日の企画、食堂戸高人気ベスト3当てるまで使えるな、せーん。もう、はい、別に当てなくていいの。え、なんで当てないでも。3つ当てたら帰れますよ。いや、もう、いや、本当にもう当てなくてもうギリギリまで食べたい。ということなので、まずこの12品の中からベスト3これ入ってるんじゃないかなというものをまず選んでみましょうか。メニューもうね、多分絶対入ってるっていうのは分かるんですよ。なんとなく一つはまず牛ご飯、はい、もうだってこのビジュアルで、まあ多分頼まない人いらっしゃらないでしょう。だから僕はこれ入ってると思うけど、大福あるんですか。大福あります。最後のデザート的なこと。そうです、最後デザート珍しい。はい、はい、インパクトのある絵力も含めて絶対これ美味しいだろうなと思うのが、ウニオンザ煮卵。
煮卵にウニ乗してるんでしょ、はい、それをウニオンザ煮卵ですからじゃあウニオンザ煮卵お願いします、はい、甘納豆チーズサンド、これも入ってくるんじゃないかな戸永さんは、はい、あのいつから料理人だったんですか。でも19とかそれぐらいからですね。鹿児島で修行したんですよ。あ、そうですか。で、お店をオープンするために出てきて、はい、鹿児島のじゃあ市内天文館とか市内天文館で働いてたんですよ。えー、はい、これいくら前ってんですか。入ってます、はい、これ間違いないでしょ、もうこれだってこれでも、はい、え、いきます、失礼します。そうです、うわ、これは一口でこのスプーンで食べてほしいですね。一口で、はい、イクラもウニも溢れてますけど、入ってます。やばくないですか、この組み合わせ。いただきます。わっぜうまか。わーだっす。出た。わっぜうめど。贅沢。ちょっと白いご飯にのせて食べても美味しいぐらいだけど。いいですね。ですよね。でもこれ、めちゃめちゃうまそう。このコラボレーションすごい。かー、ちょっと。どうですか、これ今何位だろうなっていう予想ってあります。あ、もう3位に入ってます。おお、なるほど。絶対入ってないわけがない。なるほど。もう食べた瞬間、これはもう絶対みんな頼むと思う。ウニオンザ煮卵、うまいか発表お願いします、はい、ウニオンザ煮卵は、ウニオンザ煮卵は第1位です。うわ、うわすごい、何も情報得てない。すごい、来たことあります。ないです、一度も。いやいや、全然もう僕、はい、ですよね。いや、そんなわけないですよね。何の情報も得てないですけど、1位かは分かんなかったけど、3の中に入ってる。なんかやってんなって。何もやってない、何もやってない。スパイとか来てなかったんですか、戸永さん。え、先週奥さんがえ、何綺麗なお姉様が来て。先週綺麗なお姉様が来られた、はい、で、僕がなんか、うん、鹿児島出身だって言ったら、はい、ちょっと旦那も鹿児島です。旦那が鹿児島の方のお客さんが来られた、はい、で、ちょっとサッカーやってってました。ちょっと上手かったですよみたいな。鹿児島の綺麗な女性というのが、私の、まあ、多分奥さんだと思うんですけどあ、その情報今ここに来て、カメラ回ってないところで戸川さん聞いて、もうそれ俺聞いてないっていうそんな悲しいことないよでも情報何も聞いてないですね。何も一切聞いてない。なるほど。まあ、ということで、とりあえず1位はクリアでございます。はい、わあ、よかった。いや、1位なんですね。ただ、あと2位と3位当てれば帰れますよ、前園さん。ちょっとね、本当にこれは分かんないね。はい、次、2位かさないちょっと。どうしよう。うん、すっごい難しい。結構なんか、見た目が結構重要。ああ、だからこれか。で、気になってんのは、はい、甘納豆チーズサンド。やっぱちょっと珍しいし。で、あとは、このザーサイと白滝のペペロンチーノ。これはちょっとイメージ湧かないですよ。はい、ザーサイと白滝のペペロンチーノ。ペペロンチーノ。これ何位予想？3位。3位予想。これじゃあ前田さん、残り2位は何だろう？牛ご飯。牛ご飯。だってもうこれも最初のやっぱインパクト、これが1位かなと思いました。めっちゃいい香りするんだけど、これはあの僕がダイエットメニューで、はい、ああ、だから白滝。白滝は、はい、ああ、そうなんだ。いただきます。これ3位予想らしいです、うん、いい線いってます、ね、そうですね、地味かな。見た目は地味。あ、あんだけアドバイスしたの、はい、結構人の話聞かないパターン。それやっぱサッカーでも出てましたね。すいません、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 その通り。すいません。これまたザーサイでのポイントですね。そうなんですよ、塩気と、うん、塩気と、はい、そう、食感と。もうこれ家で作ってもらいたいです、はい、ダイエットメニューで、はい、この順位発表してもらいましょう、はい、お願いします、はい、ザーサイと白滝のペペロンチーノ、はい、ペペロンチーノ第第12位です。何やってんだよ。降格ライン。そうっすね。降格ラインっすね。一つわかんないの、これなんですか、マスカットの白あえ。お豆腐。お豆腐。あ、お豆腐なんですか。お豆腐とチーズを使って。マスカットは？マスカットも普通のマスカット、生のフルーツのマスカットが中にあるんですか。そうですね、あえてる。前田さん、果実が入ってます。待ってな。
使っていいですか俺営業でどっちかな、マスカットの違いか甘納豆チーズサンド。そうですね、どれもやっぱり出ますし、やっぱり出る、あのお口直しで皆さん頼みます。なるほどね、はいはい、僕最初に言ったでしょ、ペペロンチーノかこの甘納豆チーズサンドって言ったから、この甘納豆チーズサンドにします。ペペロンチーノはでも12位でしたよ。そうだったんだけど、でもその時のやっぱり言ったことをブレちゃいけないなと思って、はい、すごっ、甘納豆チーズすごいすごい、ありがとうございます。すっげえ、リッツに挟んで、はい、挟んで食べる、食べる、多めにちょっと挟んで、すげえ、はい、食べてください。もうこれもう見た目のインパクトが、これ甘納豆とクリームチーズとかですか、うん、マスカルポーネチーズ、マスカルポーネなんですね、はい、チーズにはうるさいですか。そうっす、イタリア長かったですか。行ってないです旅行で2回行ってない。すいません。これ絶対みんなね食べるよ、さっき言ったお口直しじゃないけど、はい、リッツがポイントで、うん、塩気が甘いだけじゃなくて、そうこれがおつまみになるようなですね感じにも、これ奥様も食べられてました。食べてましたね奥様めっちゃ美味しいって言ってました。もう先に食べてます。これはちょっと。いってます？入ってます？絶対入ってると思う。これは。お口直しが上位に入るってありますけど。結果的にお口直しになるけど、お口直しではないんだよ。多分もうメインに近い。いやもう絶対間違いないと思う。言ったよね。3位。しかもこれ当てたらもう牛ご飯もだから2位になっちゃうから。まあちょっと一旦順位一回発表してから整理しましょう。もうもうちょっと、いやもうでもね、もう分かったもん、食べて。じゃあこちら発表、小田さんお願いします。はい、甘納豆チーズは第第3位です。ほらほらすごい。ってことは前園さん、あと2位だけ開けるともう帰れます。2位難しいんだよな2位が一番難しいさあ、残りもメニュー少なくなってきましたが、うん、どうですかね、うんうんうん、やっぱりみんなお肉好きで、はい、これはもう最後絶対皆さん食べてるんじゃないの、はい、牛ご飯これはもう食べない人いないと思う。ちょっとまだ早いからです。牛ご飯まだ早い、まだ、まだちょっとまだ痛いです前園さんもうなんかちょっと僕も戸惑って僕ね、あ、もう気になってなるんですか。スイーツ好きなんですよ。はいはい、いいですか、大福キウイ大福でいいんでしょうかね。はい、はい、お願いします。お願いします、はい、最近コメントもあの募集かけてるじゃないですか。コメント返しみたいな。 OKOKOK いいですか。あの鈴木啓太さんとコラボされましたね。おー、啓太と、はいはい、あの時にあの、うん、啓太さんがベストイレブンベストイレブン、ああ組んだんですよね。はいはい、その時のコメント、アンカーは阿部かなって思って外れたところ、左に松井が入ったの嬉しかったです。個人的には日本でファンタジスタって言ったら松井一択です。果実多めですよ。もちろん戸永さんも果実ですけども、はい、厳しいんですよ果実って。サッカー部野球部ってもう本当にスパルタなんで、その厳しい中で3年間フルに本当本当にガチで一生懸命やったら大体潰れるんですよ。まあ僕の下でいう城庄司もいて日本代表になって、まあ今言った松井大輔、遠藤なんかもそうですけれども、まあ那須とかね。でもそんだけプロの選手が出てきて、なぜかというと僕含めてみんな容量がいいんですよ。容量がいい、はい、その手抜きをしてるんじゃなくて、要は要所要所の自分が大事なポイントとか、このトレーニングは大事だなとか自分に必要だなみたいなものをちゃんとこう見極めてやってるわけです。まあ果実のサッカーってまあ体力とか走るサッカーなんで、で結構プロになってる選手ってそれ以外にテクニックのある選手がほとんどだから、全く違う選手なんです。おじやそ、あのね、そうそう、ベストイレブンって他の媒体とかでもいろいろ結構こうワールドカップの時期とかってこう聞かれるわけですよ。基本的に僕の定義としては一緒にやった選手っていうのが定義なんですよ。戦った選手か一緒にプレーした選手じゃないとやっぱり分からないから、自分が感じてないから、だからその中で一応ベスト11は選んでます。結構この時コメント多かったのが、うん、やっぱね、あの啓太さんの中には入ってないんですけど、ヒデさん、
がやっぱ入ってないのがおかしいっていう意見が多かったんですけど、丸子さん一緒にプレーされてたじゃないですか。どうですか、まあ、僕は毎回入れてるけど、ケイタはだからまあ年代的に一緒にはやってないでしょ、代表で。だから多分彼もある程度そこは少し基準にあるんじゃないですか。ヒデさんの優れてるところってどんなところなんですか。戦術眼、視野の広さ、どんなところでもどんな状況でも戦えるメンタリティ、まあ、その強さは歴代でも1位じゃない。やっぱり今じゃ当たり前だけど、その誰も世界出てない時から日本人の価値を上げたのはヒデでしょ。今だともう認められてるから、日本人はやれるって認められてるけど、その頃はまだ誰も認めてない頃だからね。あれだけセリアで活躍した選手って他にいないじゃないですか。まあ、29はまあ外から見たら早いって言うけど、まあ、彼はもうやりきったっていう、他のことはやりたいっていう。前園さんの苦手なお酒の道に進まれたっていうことで、まあ僕がお酒を教えたんですよその教えた僕が今飲めないんですよ飲んじゃいけないっていう。おじやそ育毛の父チャップアップ。いらっしゃいませ。いつものチャップアップね。ママはさ、頭皮ケアしているメンズどう思う？好きかな。ルーさんみたいに頭皮ケアしてる人。チャップアップもう一本入れちゃおうかな。はい、喜んで。ウルトラ育毛剤チャップアップ。本当にこうやって今毎回こうやって作るんですか。そうですね。すげえ。もうちょっと見てみましょうか。カットします。カットします。左利き、レフティ、レフティ。七海ひろしか何君だっけ。翔平です。翔平。大人の服聞いてる覚えてます。あ、似てる確かに大人だからちょっとエゴそうだっめちゃめちゃ夜大好きです。なんかあんまりいやらしく聞こえないっていうかね。キウイ大福。季節によってはいちごだったりぶどうだったり。うわーすげえ。いただきます。激うまいっすねスイーツ今まで食べた中で。マジでそんなこと簡単に言っていいんでしたっけ。あ、キウイのこの薄さで、このあんとこのフルーツキウイのバランス、これ最高だね。めちゃくちゃうまい。これでだから季節によってフルーツは変わるんですもんね。そうですね。これ毎回食べたいね、その時のフルーツは。じゃこれが入ってるの2。大丈夫ですか。2当てていいですか。はい、絶対みんな食べるから。発表、はい、お願いします。キウイ大福は第第8位です。ああ、あれなんか外れてホッとしてません畜生。違う、もっと悔しがってほしいんですよ。そうですね。どうですかね、牛ご飯。そうそう、そろそろ締めの時間かなみたいな。なるほど、やっぱりお腹もちょっといい感じになっ て, て, きて、はい、に当てに行こうか。牛ご飯。牛ご飯。いいですか。はい。じゃあお願いします。牛さんお願いします。おじやそ。それ。お待たせしました。牛ご飯です。来ました、前園さん。牛ご飯もう直視できないですよねマジですか、すごいな。これ和牛のサーロイン、鹿児島さんの。鹿児島さん、はい。でちょっと気づいたんですけど、これあの最初に食べた煮卵ですか。煮卵。なんとなく気づいてたけど2位でしょういいアクセント。うわ、これええ嘘、これマジですか。マジか。いや嬉しいです。前蔵さんにこう食べていただけるなんてもう夢にも思ってなかったので、もう本当にもう今感極まってます。はい、すごい。牛だけかなと思ったら、ここにさっき食べたこのザーサイと白鮭のペペロンチーノも入ってて、ウニイクラのさっきのオンザのあの煮卵が乗ってるっていう、で全部合うから。ありがとうございます。大葉がいいアクセントになってるし、はい、入りました。ありがとうございます。今残り
に焼き上げれば帰りますので、前園さん、牛ご飯は何でしょうか。牛ご飯は第2位です。よし、ありがとうございます。帰れますよ前園さん。なんとなく牛ご飯は2位だろうなとも途中から思ってました、ね、いやーもう本当に感動だった。1年半予約取れないというのは僕、うなずけますか。それは僕は納得いかないんで、うちの妻を頼んで、なんとしてもズブズブの関係を築いて、まあ結果的にそのやっぱり高校の先輩と後輩っていうのはやっぱりちょっと当て関係をしっかりしてるっていうのはあるのはあるんで、まあそこはあのアドバンテージをしっかり持ちながら前からプレッシャーをかけて。はい、おじやそを見てる方、いいねの高評価ボタンと、あとはコメントどしどしください。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。予約困難のお店っていうことで今回は、ちなみにどれぐらい注意か。お、来ました。おいしい。困ったな。